皆さんこんにちは。スレッソ大阪栄レディースの林穂乃香です。自分が小さい頃は外で遊ぶのが好きでした。学校から帰ってきてほぼ毎日友達とサッカーをしに行っていました。よくやっていた練習はリフティングとドリブルです。ドリブルは15メートルから20メートルぐらい長さを決めて、早くボールタッチをするっていう練習をしていました。例えばダブルダッチだったら細かく早く、ゆっくり正確にするっていうよりかはミスしてもいいので早くボールを触るっていう練習をよくやっていました。私が夢を叶えるためにしていたことは、まず目の前のことを一生懸命取り組むっていうことと、あとは、練習とか試合とかで自分なりに意識して、今日はこれにチャレンジしようとかいうそういうテーマを一つ決めて取り組むっていうのもいいんじゃないかと思います。スレッソは活動自粛してからもう1ヶ月以上経つんですけど、まあみんなと連絡を取り合って個人個人でトレーニングを積んでいっているという状況です。家にいる時間が長くなるので私は絵を描いたり、ピアノの練習したりとか、普段ならあまりやらないであろうことをしたりして楽しんでます。皆さんも、昔やっていた遊びとか一回読んだことある本とかを読んでみるのも、新しい発見があると思うのでおすすめです。またみんなとサッカー、元気にサッカーできるように今は、手洗いうがいとか感染予防をしっかりしていきましょう。以上です。